ないけど誰が来るかな待ち遠しい、こんちくは誰が来るかな待ってみた。たきたきさんこんにちは、ゆかさんこんにちは、えりりんさんこんにちは、じゅんさんこんにちは、ひろゆきさんこんにちは、しゅんさんこんにちは今名前呼んでてる。今日も監督です、教えてくれてありがとう。大好きさんこんにちは、みなさんこんにちは。お昼の時間です、お昼の時間ですお昼1時13時半でございますね。いやびっくりびっくり。シャミチミさんチラーってゴートシーさんヤッホー、トラウトさんこんにちは、あこんにちは。いや私さ、いやトラウトさんにはちょくちょく絡んでるつもりだったんだけどさ、なんか絡めてるでね、今日のねこれをね、タワーのこれ昨日のやつをかけながら思ってました。いくよ、3、あ、5、4、3、2、1、おい、1、2、3、4、5でー、こんばんは、こんばんは、違う、こんばんはじゃないこんちくわたくさんこんにちは、選手こんにちはって、こんにちは。選手配信始めたのはいいけど本当にヒヒヒヒ、リップを塗って BGM かけよう。今日も監督です、教えてくれてありがとう。フランス買ったね、フランス買ったのフランス買ったんか、おめでとうフランス。ちくわこんちくわ、今日は何あれあれ女子、何家女子、ここメガネかければ完璧だよね、ほらもう家女子よ家女子、家女子、あこれで本読んでこう家女子今日は家女子、家女子風気づき、昼の家女子です。リリリー、こんにちはこんにちは、50カウントありがとう、カウントしてってくださいね。どうしよう、こういうのってさ、とりあえずループイベイベ2日目よし、オッケー、こんにちは、来てくれてありがとう。でも私のこのメガネね、びっくりするほどね度が強いからね、今こうやってするとね、びっくりするほど目が痛みます。勉強できる人だ。私さ、メガネかけるとインテリ女子に見えるってよく言われるんですけど、見えますか？頭良さそうに見える？今ならいける気がする、今なら勉強ができる今ならできる気がする。家女子ってなんか語呂悪いな、え、嘘、家女子って語呂悪い？嘘でしょ、家女子って可愛くない？なんか私だけそういう風に思っちゃうの。この後オーディションがあるから、ちょっとだけ顔出しした後は最終調整抜けちゃ OK、 頑張ってね、頑張れ、応援しとくで。ヤッホー、メガネですやん、メガネつけてみた今、なんかね外したんだけど、なんかちょっと家女子風にしたくて、家女子です今日も買ってくれてありがとう。ちょうど昼飯の、あ、私もご飯を食べようと思って食べてないなんかさ、最近さ食欲さそんな出なくてさ、なんかちょっと食べなかったね、あ、食べてはいるんだけどちょっと量を減らしたの、食べれるぐらいに。そしたらね、なんか顔がちょっとシュッてしました。え、私だけ、これ私だけなの、私だけだと思ってる。カズさん、はじめまして、来てくれてありがとうね、ありがとうっす。テレワークだから超えた、あ、テレワークなのね、キズメガネおそろー、メガネおそろー、確かにかわいいメガネかわいいメガネ。ココさん、初めて来ました、あ、来てくれてありがとう、わしわしおい、来てくれてありがとう、こんばんは、ふる、こんにちは、ふる。いつもさ夜に配信したりするので、私がこんばんはって言っちゃいます、困りました、気づき困ったな。
昨日あまり見えなかったから今見えて嬉しいって、イベント期間中だからね、今日の夜も配信するけど、そうそうそう、ありがとう来てくれて。キョカハン、ナカさん、え、ナカさん今聞こえてる私の声。あ、みんなワシュワシュ言ってくれてありがとう。はじめましての方にはワシュワシュ言うルールがあります私のルール最近みんな言ってくれるから、キズキちゃん嬉しい、キズキちゃん、キズキッチ、キズキッチ嬉しい。よいしょ、リリリふい、1,2,3,4,5、中さんはい、1,2,3,4,5 読めたかな、きっと読めてるって信じてよ。ティーティリー、メガネ可愛いですよ、ハンターメガネ似合ってる。ちょっと今ならちょっとマジで勉強できる気がして、見てノートね、見て、何も書いてないノートが私の勉強机の上のところに置いてあるんだけど、何も勉強してないんだけど、ノートがあります。朝に来てくれてありがとうございます、ぼちゃんありがとう。プーさんハートありがとうキュンです。で昼はねマジでねのんびりね配信をしようと思ってなん雑談タイムです。なんか初めましてのそこのあなた、私に質問はありますか質問はありますか。ノートですぐバカな一面を晒した。え、なんでよ、なんでだよ、まだ何も書いてないだけじゃねえか。うちリンリのノートはここにあるんだよ高校卒業してから全く勉強してないけど、ほらちゃんと書いてあるんですよ、ほらしっかりとなおちゃんに年下なんですけど、ウィステかちゃん付けで呼んでほしいです。あ、え、わかった、じゃあちゃん付けで呼んでいい、ちゃん付けで呼ぶね、じゃあココちゃんで呼ぶ、ココちゃんで呼ぶね。それはのんびり、へへ、普通だと思ってた。今日はのんびり昼は配信しようかなっていう、そういう気持ちでございます。 4% さん、 4% さんこんにちは。 4% か、これぐらい、あ、これぐらいで読んだしちゃダメだこれ100だとしたらこれぐらいだ。今日も監督です、新式館ありがとう。俺の嫁見れた今日はなんか確かに髪の毛をこう結んじゃったりして、あれだわ、ちょっと可愛くなれ結んじゃったりしてこう料理するあれですこういう服着てるからね、珍しいよね、キズキがこういう服着るの。正当系あんま着ない。今日2回も配信あるんですか。そうなんです、夜の22時半からやろうかなって思ってますので、ぜひお越しください。きっと夜はきっとまた人が来てくれる方が増えると思うので、きっと楽しいでしょう今やってるのはイベント関係ないのね。え、関係あるよ、全然関係あるイベ2日目、なんか星投げさんしだったり、あの星集めで来てくださってる方がもしかしたら、ほら1個だけでもぜひ星を投げてくださらないかなっていう星投げでちょっとでもください。あの捨て星とかでもいいので、本当にそういう感じで気軽に皆さん全力参加で気軽に参加でね、マルコルさん夜の部は最初から最後までいいでしょう。あ、じゃあ夜の部待ってるぜ。お、関係あるのか。え、関係ある関係ある、全然関係ありますからね。こちらイベントです、一応こちらイベントなんですけど、いやでもなんか雑談、全然雑談程度でいてます。今日はなんかイベント関係ない感じでぐらいの気持ちで今います。だから今日は新規さんに見つかりたいなって気持ちでいるので、
見つかってください。見つかってください。あのよろしくお願いします。トゥトゥさん2度目まして、石丸さん2度目まして、ルージさん、ルージ14号さん、はじめまして。あら、木月の監督が25人になってくれました。おめでとう、おめでとう。かつともかずさんに呼びまして、仕事中なので星投げて撤退、また来るね。え、待ってるね。仕事頑張れ、仕事頑張って。そうなんだよ、今仕事時間。みんな普通の方、普通になんか仕事時間で来てくれるのありがたいよね。かわいい、ご飯ですよ、だご飯ですよ、海苔。隣の晩ご飯、あ、隣のお昼ご飯。今日お昼ご飯私はなんかすごい美味しそうだったんだけど、まだ食べれてません。YouTube もう撮らない。 YouTube は分かりません、それは私に聞かないで、分からないの。あ、運営さんに聞くな、どう。とスマタンさん2度目まして、え、結構2度目ましての方多い、ヤッホー。あらば、2度目ましてなんだって。あらば、ハイタッチしとこ。夜勤だから昼の配信嬉しいよ。あ、ほんと？じゃあよかった。昼なかなか配信しないからさ、ちょっとさ、誰が来るかなって超思ってたんやけど、お昼ご飯カレーうどんでした。カレーうどんってうまいよね。今私カレーうどんさ食べたらさ、あの大惨事、もうあの殺人事件起こっちゃうから。白も黒もピンクも似合うなって。え、確かに白着てんのが珍しいのか、無理で。でも最近服は白が増えてきました。で、私の肝心のシンボルの黒がちょっと少なくなってきたから、ちょっと焦りって思いながら最近は過ごしてます。なので黒い服をもう少し増やしたいですね。白セーターかけメガネに思わずサムズアップ、サムズアップ。何これ、これ何系女子っていうの、おしとやか系女子。おしとやか系女子なんかな。あ、トラウトさん虹星ありがとう、キラキラキラ。キョウちゃん結婚してありがとう、いいよ。あ、ナッカーさん虹さんかけてくれてありがとう。めっちゃ虹が来ました。私の顔の周りは虹だらけ。清楚系、あ、これが清楚系ってやつですか、いわゆる清楚系女子。こっちの方が漏れる気がした。こんにちは、カズさんこんにちは、はじめまして、コメントしてくれてありがとう、わしわしゅい。テツさんこんにちは、こんにちは、こんにちは。これあれなの、あのさ、車運転するときにかけてるメガネ。勉強用では決してありません。 SNS は黒豆、あー SNS 黒豆なんだ、そっか確かに、そっか確かに、上げてるのはそっか。でもなんか普段着てるのは最近黒だけじゃなくなってるから、そう、なんか不思議な気持ちだわ。ディディ、よかったらカウントしててくださいね。カレーうどん殺人事件、殺人事件が起こっちゃう、これで食べると。うるさい系、あ、待って、うるさい系、嘘でしょ。こんな格好しててもうるさい系らしいです。あらまあ、困っちゃった、気づき、困っちっち、困っちっち。仕事もらいます、あ、仕事頑張ってね、またね、ゆうちゃん頑張れ、応援しとるで、応援しときますで。わしわし、見抜いてくれてありがとう。メガネ姿もかわいい、メガネ外したらこうなります。メガネ外したらこうなります。なんかメガネ外しても外さなくてもそんな変わんないよ。裏坊主系女子、坊主なの私、実はこれカツラだったりして。運転してる横顔イケメンすぎる、運転してる横顔、運転だからメガネかけてこうだよ。でまだペッパードライバーだからこうやって運転しながら、次右任せで、おい。もう本当に難しいんだから運転。でもあのちゃんと半年ぶりにちゃんと運転をしたから、えらいえらい、怖がらず乗ったのが偉いよ私って思ってます。主権さん、わしわしって言ってきてありがとう。それでは最終調整頑張ってきます、いってらっしゃい。
キリ、いってらっしゃい。フォンテンさん、フォンテンさん、挑みまして、お部屋間違えました。さ、部屋間違えてないですよ、多分多分間違えてないかな。キヨポンさん、初めまして。キリキ選手ね、なんだろうね、今日何しようか全然全く考えてないから、コメントくださいコメントください。バビランさん、こんにちは、こんにちは、はじめまして、わしわし来てくれてありがとう。え、でも本当にさ、困ったもんだよね。え、でも今日起きたのがね、まあ、だいたいまあ10時、11時、9時みたいなくらいの時間に起きたんだけど、そう、本当に昨日配信来てくれたのにさ、昨日夜配信来てくれたのに、また今もう起きてる皆さんがすごいなって思って、電話するふりして声だけ配信あらま、そういうこと、電話するふりして声だけ配信、じゃあ見れてないのかな。わしわし言ってくれてありがとう。メガネをさ、こうやってつけてるとさ、頭がちょっと痛くなってくるからやめるやめました。ちょっと目が痛くなってきちゃった、目が痛く、なんか下だけグワングワンする。下を見なければいいんだけどね下を見なければセーフ、セーフ、セーフ&セーフ、イエーイなんかね、なんかね、ネットないかなと思って探したらさ、今キーホルダー見つけた。懐かしいね、これ。もう結構前のキーホルダー。結構前になるのが。てか時の流れが早すぎて最近は。びっくりしちゃうよね。そう、ももなんとか今日配信してる組？そう、リリちゃんのところかいたんだけど、メンバーのね。で、それでメンバーの配信を見てたんだけど、運動神経の話をももなんかしてて運動会とかそういう系の話してて、で、それでめっちゃ私も運動会やった、運動神経は悪い自信しかないけど運動神経絶対あるよ。もうできることはね、あ、長距離走は得意だけど、長距離走じゃなかったらできません。あ、たくみさん、キーホルダーありがとう。キーホルダーありがとうね。ありがとうございます。5分に1回ぐらい画面見る。5分に1回ぐらい。ルルルルルルルっていう。こうしながら。もう5分に1回だから3回ぐらい画面見たって感じかな。15分間、18分ぐらいやってるから。そうだよね。キリキ選手、あれやりたいな。なんかさ、本当に昼誰来るし、話どうしようってところがあったからさ。で、昨日なんか本当いろいろ喋っちゃったからね。喋ることあるかなって思ってながら。でも確かに運動会はしたい。めっちゃ運動会はしたいです。昼配信新鮮すぎるな。昼配信は新鮮です。はじめましての方は、はじめまして。高根のなでしこ、木月直って言います。よろしくお願いします。ちょっとね、今日昼の配信は調子があまり乗る気がしていない。乗る気がしていないんだよ。乗る気がしていないから、なんか適当に歌おう。もうね、声出るかな。でもまあまあ問題はないでしょう。なんか面白いのないかな。面白いのないかなーっていう気持ちで今見てます。歌ってさ、そうしたらあれだよね、みんな知ってる歌を歌おう昼配信で歌う、難しいね、なかなかないで。あ、これ歌うんじゃない。今日からファン来てくれてありがとうございます。はじめましての方は、はじめまして、キズキです。キズキでございます。よろしくお願いします。この曲久しぶりな気がする。
から昼配信で歌おう。イエーイ。I'm 14 years old and I'm pretty。 元気な小さいレイディ。 床下にずっと借り暮らししてたの。時にはハッピー、時にはブルー。誰かに会いたい。風髪に感じて空を眺めたい。あなたに花届けたい。向こうは別の世界、ほら蝶々が待ってる。私を待っている。私の小さい世界、嫌いじゃないの。でもあなたをもっともっと知りたくて、喜びと悲しみはいつも織り交ざってゆく。風髪に感じて空を眺めたい。あなたに花届けたい。もうは別の世界、ほら蝶々が舞って、あなたを待っている。フォローしてくれてありがとう。めっちゃファーム、イエーイ。皆さんはじめまして。はじめましての方、はじめまして、キズキナオです。18歳です。アイドルしてます。よろしくお願いします。太陽の下で花に囲まれて、あなたと日々過ごしたい。ありがとうね。気づきの配信には星集めですか、それとも何星集めまたは何、捨て星かな、捨て星なのかな。オーピーさんフォローしてくれてありがとう。キュンです。うるさいかな、黙るね。黙っちゃダメ、配信が終わっちゃう。やめてやめて。困っちゃう。あ、待って、いいことあるさんが始めましたって、初訪問だって。わあ、明日がある、明日がある。あ、待って、それは明日がある。いいことあるじゃない。ひなぴーやさん、はじめまして。りょうさん、はじめまして。よろしくお願いします。へなんちゃん歌声好き。いや待ってさ、なかなかさ、こう夜でさ、なんか夜ってやっぱ盛り上がる曲歌いたいじゃない。こういう曲あんま歌わないからどうなんだろうと思ってたけど、まあ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 とか言って、どうしたんだろうね。でで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 、久しぶりに歌ったな、さっきの曲。でそう考えるとさ、あれだよね、なんかなかなかさ、その歌ったことある曲とかを、歌ったことある曲を忘れてる。もう歌ったことないみたいになっちゃってるから、懐かしいね。ドゥ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 、盛り上がる曲。三丁目、三丁目、三丁目、三丁目。今日、どうする？
私この配信できる気してない。してないよ。何も考えてなかった。考えとくべきだった。うわあ。これは気づきのミスだな。私のミス。これは私のミス。お昼なのにね、落ちそう。いや、ほんとにさ、びっくり。私もびっくりだもん。ちょっとどうしよう。久しぶりす。何？配信初心者ですか？配信初心者なっちゃった。どうしよう、どうしよう。汗汗。汗汗。え、何？どうにかしてネタ振り絞り出そう。どうにかして絞り出しましょう。プリンはお好きですか？何時までやってる？これさ、一応2時までの予定なの。でもさ、私これさ、できる気してないけど、大丈夫かな。大丈夫かな。なんかさ、めっちゃ可愛い、ありがとう。また練習さんに乗車ありがとう。トラウトさん、アヒルありがとう。いやー、ほんとに、君がいればって歌えますか？君が君がいれば？君がいればはちょっとわからないかな。どうしよう。わかんないからスクショ撮っとこう。わかんないことはスクショを撮ります。それは聞いてみよう。なんか歌えのないかな。ちょっと待ってね。今一生懸命聞くか。出てこい。選手こんちは。頑張ってね。さらば頑張るね。ディ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 、なんか歌える曲ないんかな。歌の練習しとくか。これは個人的に好きだからさ、歌う。君が歌う。みんな寝ちゃわない？カラオケ大会だから、今日からカラオケ大会です。ねえ、教えてほしい。もう戻れないの。遠く波の音聞こえた気がした。よいぞ、時も笑い
もうカラオケ大会、カラオケ大会でござんす。もうカラオケ大会。あれ書いとこう、あのテロップに。カラオケ大会なう。カラオケ大会なう。いいじゃん。完璧だね。変えといた。カラオケ大会なうに。え、これ歌えるかな。ちょっとカラオケ大会だからね、うまく歌えるからちょっと別として。出会いは嵐のように訪れて、私の心を変えてしまう。この世界の終わりさえ。スイートエディション。スイートエディション。分かり合えることも、分かち合うことも、歌方のように。時の砂に紛れ、掴みきれないと諦めてたあなたに会うまでは、どれぐらい痛みを一人で抱えてきてたの、どれぐらい寂しさ
を今年の TIFF でデビューいたしました高根のなでしこ、よろしくお願いします。よかったらハディーワークスさんプロデュースなのでサウンドプロデュースしてくださってるので、ぜひぜひ可愛くてごめんのミュージックビデオだったり、その他諸々のミュージックビデオ、ぜひご覧くださいよろしくお願いします。日々のトレーニングの成果がすごくうまい。あ、本当？嬉しいな。それは嬉しいっすね。トゥ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 、私の誕生日クリスマスなんです。ティ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 、ちっと待ってな、ちっと待ってな、よいしょ、ちょい待ち。私いつも何歌った、あー、これだちっちっちっ、キイズキ選手のルーメイようこそ、ゆっくりしてってねって出なかった音が出てる、すごい。え、ほんと？出るようになってる？すごい嬉しいな。ちゃんと細かいところまで見てくれてるナッカーさんがすごいよ。白い上の白いハートをポチッとしてピンクのハートにしてね。ほら、よろしくお願いします。しげちゃんありがとう。テイキーテイキーありがとう。いけると思います応援ありがとうね、おっちゃんさん。たこ焼きのおっちゃん、え、これからたこ焼きのおっちゃんでいいのかな、呼び方。マウさんはじめまして、タカさんはじめまして、こんちくわ、こんちくわ、こんちくわかめしょうもないダジャレ。ああ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 あ、
何の日すごいじゃねえか。ティーティーティー、うわ、ありがとう。いや本当に歌配信みたいになっちゃってごめんよ、ごめんよ、来てくれてありがとうです。本当にあんたの星で12月25日の高田なでしこライブ無料配信が実現します。よろしくお願いします。そうです、なのでよかったらあのそこのあなた星投げの星捨て星でも何星集めのなんかちょっとしたちょびっとのポイントでもいいのでぜひ星を投げてってください。選手ごちゃん今オピル休憩、木月選手今カラオケ大会綺麗な歌声が伸びるイエーイ。しばてんさん素晴らしいです、ありがとう。パチパチ盛り上げてくれてありがとう。汚れさんハートめっちゃくれてる、ハートありがとう。ハート100個突破ありがとう。トラウトさん流れ星ありがとう。キラ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 ありがとうね。ビッグ坊さんはじめまして。サエモンのジョーさんこんにちは、いどめまして。キズキナオのこと知ってますか。はじめましての方は知らないか、いや知ってるなそこのあなたは知っている。ディディディ目標達成してる、あ本当だ、またすぐ達成してもらっちゃってレベル9になって鳴らしてくれてありがとう。普通に嬉しいのよ出るかな愛すべき人がいて傷を負ったすべての者たち、覚えてってね、覚えて帰るだけでもオールオッケーだから、覚えてってね、高田のなでしこ調べてくれてもいいよ。周りを見渡せば誰もが慌ただしくどこか足早に通り過ぎ、今年も気がつけばこんなにすぐそばまで冬の気配が訪れてた今日もきっとこの街のどこかで出会って目が激しく幕が開けてく、なんか半音ぐらいおかしい気がする冬だね、冬は寒いわそれでも全てには終わりがやってくるものだから
今日調子いい帰ってごめん、休場小中の高根なでしこさんですね。覚えました。ケイさん、こんにちは。はじめまして。わしょわしょい。こんにちは。来てくれてありがとう。よかったら、可愛くてごめん。チュン、可愛くてごめん。割れてきちゃってごめん。聞いてください。もう、すぐ歌っちゃうよ。そんなんね。カラオケたいかなと思う。私が私のことを愛して何が悪いのしいのでしょうか。痛いだとか変わってるとか届きませんね。そのリプライ、大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツイン巻いてお出かけしよう。日傘持ってウォッチだって幸せだもん。可愛くてごめん、バレてきちゃってごめん。チュン、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん。チュン、可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん。チュン、そっとくてごめん、女子力高くてごめん。ムカついちゃうよねざま。公式カバーさせていただいております。高根なでしこ可愛くてごめん、ミュージックビデオ公開中なのでよかったら皆さんぜひ見てください。あなたはあなたのことだけどうぞ私に干渉しないでください。類は友を呼ぶというけど届きませんね。その陰口思い厚底ブーツ、お気に入りのリュックで崩せない前髪くしでといてお出かけしよう。軽い女ふざけんな、重すぎるつの。チュン、可愛くてごめん、この時代来てごめん。チュン、目立っててごめん、意識しちゃうよねごめん。チュン、可愛くてごめん、自分磨きしてごめん。ぶりっこでごめん、とりこにしちゃってごめん。ムカついちゃうでしょざま。趣味の違い、変わり者とバカにされても曲げたくない、怖くもない。あんたらごとき自分の味方は自分でありたい。一番大切にしてあげたい。理不尽な我慢はさせたくない。それが私。チュン、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。チュン、あざとくてごめん、人生楽しんでごめん。チュン、可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん。チュン、そっとくてごめん、女子力高くてごめん。ムカついちゃうよねざま。はい、初めまして。初めましてじゃない方いつもありがとう。そうでさ、昨日あとは歌ったんだけど、昨日夜歌ったんだけどね、ちょっとさ普通にこれ練習ぐらいの感じで歌わせていただく。ちょっとこれもう一回歌いたいんだよね。歌えるかわかんないけど。理想だけを口にしてた過去、壁はどこにだって立ち塞いでて、探りで生きてく。イエッチキッチキッオイエッヘッレッツゴーイエッ
赤い空が影を伸ばす。まだそれは頼りなくて自分勝手、ため息をこぼす。違う歩幅合わない呼吸でも、君はまっすぐにぶつかってそばにいてくれる。すれ違い見渡せばそっとり残されていた。明日は見えてますか、暗闇かき消す君の声が聞こえた。ばかり守るものもない、そんな自信なくて試合放棄、言い訳をこぼす。どこかとなく耳を刺した声、君はまっすぐにぶつかれて悔しそうに嘆く。触れ合えば胸の奥に土足で踏み込んで、明日は君が決めろ。暗闇かき消す君の声は泣いていた。涙なんて振り払うんだ、理由なら僕が作ったわかってる。だから行くんだよ、今も怖くなって足がすくんで、本当は震えてるんだ。取り戻すために君がいる、待っていて負けないよ。さあ踏み込んで、 Hey 進むんだ、 Hey 届くまでバーダーリー。ママ、ああ、おや、きっと上達したであろうと信じてる。パチパチー、わー、ありがとう、うわーい、うるせー、うるせーよーって、うるせーよーって、大丈夫、シー黙って、黙、シー何の時間好きな人、ありがとうございます、よろしくお願いします。今この人誰って思った方、木月なおです。宝なでしこで調べてください。もう今日は拡散大会の日ですから、日ですから、もう時間がね、もうそう2時に近づいてきたので、さーて、ではそうですね、もうそろそろ木月のカラオケ大会幕閉じさせていただいてもろうてって感じで行かせていただきたいと思います。ディ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 、またね。壇上の方呼んできます。13位たかきろっちゃんさん、12位ひるぽんぽんさん、11位にっきー、10位ついみーさん、9位なおきんちゃん、8位田中さん、7位まむももももさん、6位たぬきちさん、
5位つかささん、4位りょうちゃん、そして第3位ドゥルルルバーンたくみんぐさん、ありがとうございます。お昼から。そして第2位ドゥルルルルバーン、トラトさん、トラトさんありがとうね、ありがとうございました。今日もたくさんありがとう。そして第1位ドゥルルルルルルルバーン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 、なかさんでした。ありがとうね、今日もたくさんギフト。結婚していてめちゃ来てるし、きよ。ありがとう。トラトさん流れ星ありがとう。リリリリ。キーズキッチ、嬉しかったで。落ち直ってことで、次の配信は22時半です。ひづき選手、お出かけする。お出かけする。お出かけするっていうか、メンバーたちに会ってくるから。じゃあね。バイバイ。カウントカウントカウント。5、4、3、2、1。バイバーイ。どんだけー。